こんばんは、キスケです。ということで、本日は新しく追加されたレジェンズリミテッドのスーパー17号に全開アビリティ5つ乗っけて戦っていこうかなと思います。はい。上からレッドかつ人造、レッドかつ兄弟、で、レッドかつ人造やったかな。で、レッドかつ GT、レッドかつ兄弟ということで、5つちゃんと乗るという形になります。まあ、無料の21号じゃなくて、スーパーイーシンロンの方がね、バフ率は高いんやけど、完成してないです。はい。意思使ってないんで、うん。まあ、ちょっとそこはご愛嬌という形になります。はい。ちなみに、むちゃくちゃ弱いと思います、このパーティー。まあ、頑張ってね、ちょっとやっていこうかなと思います。よければ、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは、PVP、回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、ブルーなし。いや、一応フリーザいるけど、いや、これはチャンスだろ。マジで。これ以上のチャンスねっぺよ。マジか。熱い。熱い。激熱チャンス。激熱チャンス。これはマジで熱い。で、相手勇者やな。身勝手いる環境で。紫染めって。マジ勇者やん。対戦やっていきましょう。もう最悪この動画負け試合3試合でいいかなって思ってるぐらいやからこれは勝ち星狙えそうなのはちょっと積極的に頑張っていこう。対戦よろしくお願いします。いや、チャンスだぞ。マジでチャンス。孫悟空 OK。 ナイス OK。いいね。止めるで。ほら、打撃圧打ってこい。無理だろうがい。いやー、ちょっと早すぎたか。はい。そこ負け取ったらあかんやろ、マジで。堪忍してくれよ。ドン、股間パンチ。いやー、間に合わないよねー。待ちくたびれたぜ。やってやるぜ。あー、射撃あったか。あー、中距離打撃もしてくる。了解。なんで止めんだよ、さっきから攻撃を。わかんねえ。立ち回りが特殊すぎる。特殊なパーティー使ってるやつは立ち回りも特殊っていう。うん。たまんねえな。OK。まあ、これは必殺技でいこっか。くらえ！まあ、悪くない、彼。うん。残念。なんか13号さ、図体でけえからさ、回避してんのかしてねえのかわかんねえな、これ。クリティカルやば。やばいね、クリティカル。ダーン。ダメか。通常で止めとこう。はい。もうこの試合ね、もう17号で殴るしかないんすよね、マジで。そこ頼みなのよ。じゃないとマジで厳しい。合わせて。なんで通常出ないんだろう、これ。謎すぎる。ああ。噛み合いだらけだ。ギリ耐えた。ラッキー。いやー、こうへんのか。全然何もうまくいかない、マジで。何もうまくいかない。入るけどライジングじゃない？違うか。オッケー。パンチ。
俺射撃アーツ撃っちゃうとカウンターで必殺アーツ飛んできて終わっちゃうんだよな。全部射撃だどうしろと、どうすりゃいいんだよこれ、マジでどうすりゃいいんだ、どうしようもない、どうしようもない。合わさった。通常押してるけど出えへんの、マジでなんだこれ。ライジングですあざす。交代禁止、バニシング奪い、ライジング封印とかなんでね、これはもう絶好のライジング日和。よし、くらい。射撃カウンターどうするマジどうしようもないぞ。火力はとんでもないけど、17号の終わりにしてやる。射撃カウンター飛ばしたわ、ナイス。いやーかっこよすぎるマジでめっちゃかっこいい、ナイス。あり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 、よかった勝てるんださあマッチングしましたということで、人造人間パーティー、ついにブルーと当たってしまったけど、まだ優しいと思う。うん、ですよね、まだ良心的うん、一番嫌なのが悟空バーダックとウルトラ元気玉、もうどうしようもないから多分。一応ねスーパー17号は特殊アーツ使えば振り属性無効はつくんやけど、そう何回も狙えるようなもんじゃないからさ、特殊アーツなんて相手も警戒してるでしょうし。よーじゅん、いやん、間違えた。よー17号アイス、オッケー、はい、硬え硬すぎる。色違いの17号結構かっこいいな、はい、相手17号パーティーやん、これかっこいいね。必殺アーツの、必殺アーツ入るタイミングのあれがめっちゃかっこいい。おー強っ、ちょっとラグくなるのマジやめてもらっていいマジでやめてもらっていい。あー遠距離ね、まあそうするしかないよね。オーケーナイス、ターンタタタン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 。いやもう17号で火力稼ぐしかねえからさこのパーティーマジそれしんどいわ。よいしょー、ナイス。いやブルーだろうがなんだろうが、この射撃圧の火力とくとご覧あれ。えい、この火力ですよやべっぺ、これが全開アビリティ5つのっけた力なんだよな。さてこっからどうする、みんなこっからどうする。ああたまらねえぜ。よし、うわ射撃火力やば、マジやばいやん。そろそろ死ねえ。レジェンダリーフィニッシュ初見です。うわーかっけ、めっちゃかっこいい。うわーすっげえかっけ、うわー最高だはい皆さんお疲れ様でしたということで、いかがだったでしょうか。いやーマジでかっこいいね、レジェンダリーフィニッシュウルトラ元気な悟空はマジなんてやったんだいやーまあね、演出を使い回したいっていうのは気持ち的にはわかるけど、やっぱこのウルトラ元気な悟空はもう今が唯一無二だと思うんでね、もうちょい作り込んでくれてもよかったのかなとは思うんですけど、いやそれにしても強い、
吸収がやべえ、マジで。てな感じでしたね。はい。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。